はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのはね、今までドラゴンボールワンピースと来て久しぶりに、ナルトのフィギュアをご紹介したいと思います。はい、早速ですが、こちらちゃんとね、はい、一番くじです。はい、B 賞ボルトフィギュア、これ結構前なんですよね。また今更感あるんですけど、ナルトネクストジェネレーションからね、ボルト、B 賞ボルト、これとあと、はい、A 賞ナルトフィギュア、はい、こちらのね、2点をご紹介しようと思います。はい、前からね、このフィギュア出来が良さそうだなと思って狙ってたんですけどね、うん、まあ引く機会もなく、結局ね、購入しました。はい、まああとね、一応ちょっとお伝えしたいことがあるんですけれども、前回のね、ログコレクションのねワンピースの、大型スタチューの、ご紹介なんですけれども、動画のね、もう最後の方なんですけれども、ちょっとね、動画がフリーズしてしまいましてね、はい、あれはちょっとした バグで、はい、ちょっと編集中かなんかに一回ちょっとね、電源が落ちちゃって、はい、それでちょっと編集の段階でああなっちゃったんですけれども、まあね、あの後ね、別に大したこと言ってないんでね、まああの段階で終わっちゃってもいいです。はい。はい。ね、もう本当大したこと言ってないんでね。ということでね、では、まあボルトから、まあどっちにしろ、どっちでもいいか、はい。もうボルトからね、見ていきましょう。はい。はい、一応ね、箱から出しました。ボルトからね、見ていきたいと思います。こちら。じゃじゃん。はい。いや、これね、思ったよりめっちゃちっちゃいな、これね。なんだろうな、ドラゴンボールとかワンピースとかの、スタイリングフィギュアありますよね。あのシリーズぐらいの大きさですね。めっちゃちっちゃいわ、これ。なんか、前回のね、大型スタジオ見た後だとめっちゃちっちゃく感じる。まあでもね、よくできてるよ、ほんと。似てる。うん、いや、いいよ、いいよ、これ。ちっちゃいのがね、ちっちゃいのによくできてる。うん、小物とかもね、ちゃんと再現してるし。いや、よくできてるわ。うん、似てる。はい。じゃあ次ね、ナルト、見ていきましょう。こちら。いや、ナルトもすっごいよくできてる。まあ、ボルト版のね、ナルトなんでもよ、7代目、若気バージョン。いや、似てるよ、これも。いやあ、すっごいちっちゃい。これもね、まあ、ボルトよりはでかいけど、まあ、それでも、一番口のフィギュアにしたらちっちゃいよね、これね、このシリーズは。うん、ここまでちっちゃいと思わなかったな。もうちょっと大きいかと思ったんだけど。まあ、でもね、納得の出来ですよ。いやあ、いい、かっこいい。しかもね、髪の毛もツンツンでね、結構このツボ、指のツボを刺激されるんですよ。気持ちいいんですよね。いやー、これはね、いいわ。大きさの割にめっちゃよくできてる。かっこいい。パイナップル頭みたいな。これはいいわ。はい。いや、これは、ほんとよくできてる。かっこいいわ。もうちょっと大きかったらいいんですけどね。うん、まあ、一応ね、ボルトはアニメしか見てないんですよね。コミックは見てないです。ストーリーがね、全く違うらしいですね。うん、まあ、
好み分かれるかもね、ボルトに関しては、まあ、自分はね、ほんとアニメ派なんでね、アニメはほんと面白い、ボルト。はい、ということでね、今回は久しぶりにナルトのフィギュア紹介させていただきました。この後はね、例によって回転台座に乗せてね、今回は余裕で回せますんでね、回転台座に乗せてお別れしたいと思います。もしね、この、チャンネル見ていただけましたら登録をしていただけたらなと思います。あとね、コメント欄とかもいただけると嬉しいです。あといいねボタン、グッドボタンね、ぜひお願いします。またね、まあこれ以前の動画とかもね、この機会に見ていただけたら嬉しいですね。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。